再,再開いたします次に古川雄一議員に質問を許します古川雄一議員私は 新しい会派フォーラム合図を結成してその一員として初めて一般質問を行いますえまず平成30年度予算編成について伺います例年10月中旬に新年度の予算編成方針が出されています昨年度は国の方針である日本一億総活躍プランの 推進や地方創生の本格展開さらに消費税10%への引き上げ延期と基礎的財政収支の黒字化という財政健全化目標を堅持するとした経済財政運営そして経済財政一体改革の推進と地方交付税の算定基準の見直しトップランナー方式の 着実な実施なな施ど国の財政に対する動向などにより、本市においては地方創生の推進における会津若松市町人仕事創生総合戦略を策定して、その実現に向けて取り組んでいることもあり、平成29年度の <coughs> 予算編成にあたっては、第7次総合計画を踏まえた 未来へのまちづくり、地方創生の進化を図る、そして持続可能な財政運営の3つの視点を挙げています。それぞれに総合計画の第一歩であり、将来にわたり地域活力を維持し、発展し続ける社会を構築するための施策であり、安定した財政基盤の確保など、 重要な視点であります本年度も同様の時期になりますが平成30年度予算編成における最大のテーマはどのような内容とするのか考えをお示しください9月定例会では前年度決算の確定による決算剰余金を活用した財政調整基金の積立金残高が示されております また、5月には固定資産税が付加され、6月には個人市民税が付加されて、本年度の資税収入見込み額が明らかになります。また、7月には普通交付税及び臨時財政対策債が確定します。このように、本年度の一般財源がおおむね固まってきたことを踏まえると、例年、 10月に示されている次年度、いわゆる平成30年度の中期財政見通しならびに予算編成の主要となる一般財源が見えてくると考えますが、来年度の予算編成にあたっては、これらの一般財源の状況をどのように判断しているのか、それぞれの項目についてお示しください。 次に財政調整基金について伺います財政調整基金は年度間の財源不足に備えるために決算寿要金などを積み立て財源が不足するときに活用する基金でありますが本市においては毎年度当初予算で数億円の活用をしております平成30年度当初予算での活用額はどのくらいを想定しているのかお示しください 近年は決算乗用金の2分の1を積み立てることにより約30億円を超える基金残高になっております。しかし昨年度は JT 跡地の購入に4億円、除廃設経費の不足分に約2億円、2月補正で約3億円、それぞれ財政調整基金を取り崩しております。財政調整基金条例では年度間の 財政調整、その他財政の健全な運営に資するとされておりますが、補正予算における財政調整基金の使い方はどのような基準により行われているのか示してください。次に復興基金について伺います。東日本大震災から今日でちょうど6年6ヶ月になりました。復興基金は震災後、 平成23年度末に県から交付された市町村復興支援交付金7億3581万3000円と平成24年に県から交付されたブランドイメージ回復支援市町村交付金1億624万9000円を基金としてまた平成24年に国から交付された東日本大震災復興交付金2625万円を 東日本大震災復興交付金基金として昨年まで毎年度の当初予算で約1億円から2億円を活用してきましたこの復興基金を活用して実施してきた事業についてその成果をどのように評価するのか認識を示してください東日本大震災復興交付金基金は平成27年度で使い切り 基金廃止になりました。そして、復興基金は平成29年度当初予算で全額取り崩しております。つまり、基金がゼロになったわけであります。平成30年度以降、これまでの東日本大震災復興交付金基金と復興基金を活用した事業について、来年度の予算計上はどのようにするのか考えを示してください。 昨年度の予算編成方針では地方創生の取り組みに対して新たに地方創生枠を設けるとしていましたが平成30年度予算で復興枠を設ける考えはあるのかお示しください次に危機管理について質問します私は6月定例会の一般質問において北朝鮮の 弾道ミサイル落下時の行動についいて質問をたたしましまそれは本年4月21日に内閣官房危機管理担当の内閣参事官から消防庁国民保護運用室へそして消防庁防災部から各都道府県防災国民保護担当を経由して各自治体と各小中学校へ通知されたことを受けて市の対応に対する質問でありました。 その時の答弁では、弾道ミサイル落下時の行動については、市のホームページに Q&A も含めた情報を掲載している、実際の有事の際の対応については、全国瞬時警報システム、J アラートが発令され、受信した場合は、市の防災情報をメールや、f m 合図を通して、速やかに市民に情報発信を行うということで、 ありましたその後8月29日午前5時58分に北朝鮮から弾道ミサイルが発射され6時12分に北海道上空を通過してミサ岬の東約1180キロの太平洋上に落下しましたこの時県内では初めて J アラートが作動しテレビ局も全局が一斉に 緊急警報放送に変わりました。しかし、本市では、登録性防災メールも届かず、FMIS の情報発信も行われなかったわけであります。6月の定例会での答弁は、一体何だったのか、と私は思いました。翌日の新聞には、会津悪魔市においては、危機の設定ミスが原因で、情報伝達ができなかった、 と報道されました。あまりにも危機管理意識がなさすぎるのではないかと思います。危機管理においてやると言っていたことが必要な時にできなかったことは問題だと思います。市民の皆さんに丁寧に説明する必要があると思います。メールと FMI 図の割り組み放送が作動しなかった理由と今後の対応について認識を示してください。 北朝鮮は今後も日本を飛び越えて太平洋への弾道ミサイル発射を繰り返すのではないかとの報道もされています今月3日には北朝鮮としては過去最大級の核実験である水爆実験も行っておりますまたミサイルを上空で爆発させて電磁波を発生させ情報通信機器の機能に障害を起こす電磁パルス攻撃の 可能性も指摘されておりますこのように北朝鮮の恐怖が高まっている中、弾道ミサイルの落下を想定して、避難訓練を実施する自治体も増えております。今回の弾道ミサイル発射を受けて、何らかの訓練を実施する必要があると思いますが、考えを示してください。最後に、地消防総合大会について伺います。7月9日に、地消防総合大会が行われました。 私は高知市町村県整備組合委員会議員として招待を受けて閉会式まで見させていただきました消防双方は私自身も若い頃には随分やりましたからポイントは知っているつもりですので大変興味深く各分団の双方を拝見しました炎天下のもと各団員が真剣に双方に取り組んでいる姿は実に心強く感じました しかし、双方大会について改めて考えてみる必要があることに気がつきました。その一つは、双方大会は訓練の場でありますから、当然ながら全分団が参加すべきであります。しかし、参加していない分団があることを知らされて、信じがたい思いでありました。消防団活動は、市民生活の安全安心のために、それぞれの地域において火災をはじめとした 地域防災の啓蒙活動や災害時に対するために訓練を行い、そして地域の信頼を得てきております。市としても消防団には条例により出動手当を支給し、それぞれの分団にはポンプ車も配備しています。訓練の場である双方大会には全分なが出場すべきでありますし、それは義務だと思います。 改めて主,主催者として、市消防総合大会の意味と目的をどのように認識しているのか示してください。そして、本市の消防総合大会は、水出し総合を行っていないということであります。支部大会や地方大会、県大会、全国大会など、上部大会はすべて水出し総合を行っております。大会の目的である、 消防団員の訓練の基礎を培い、消防技術の向上及び消防活動に万全を期するため、消防総合大会を開催し、火災防御体制の強化を図るということを達成するためには、より実践的な訓練を行う必要が必要です。それが万全を期することだと思います。訓練の場である総合大会では、水出し総合を実施すべきであると考えますが、 認識を示してください。以上で壇上からの質問を終わります。市長。 古川祐一議員のご質問にお答えをいたします。はじめに平成30年度予算編成方針についてであります。平成30年度予算編成方針につきましては、今後具体的に検討をしていくこととしておりますが、基本的には第7次総合計画の実現に向けた効果的な事業の構築はもとより、各部局のマネジメントによる 限られた財源の中でのスクラップアンドビルド、さらには持続可能な行財政基盤の確立といった原則を踏まえながら、市民ニーズに的確に対応した施策展開と、財政健全化の両面において、実現が図られるよう検討してまいりたいと考えております。次に、平成30年度における一般財源の見通しについてであります。 一般財源の積算については、毎年予算編成方針と合わせて策定している中期財政見通しの中で、一定程度の推計を行い、最終的には年末から1月にかけての予算編成作業の中で、国が示す地方財政計画等の情報をもとに確定させるものであります。現時点におきましては、市税については、 3年に一度の固定資産評価額の見直し等の影響により、減少が見込まれ、加えて、普通交付税についても、合併算定替えの段階的な縮減の影響、さらには先般公表された総務省の概算要求において、地方自治体へ配分する地方交付税が、平成29年度当初予算比で、 マイナス2.5%と示されたことなどからも、引き続き減少傾向にあるものと認識しております。一方、臨時財政対策債については、総務省の概算要求において、前年度比プラス12.9%と示されておりますが、その詳細は明らかにされていないため、本市への影響額は不明確な部分も多く、また、その活用にあっては、 高年度負担への影響や一般財源の確保の観点から、今後、予算編成作業の中で精査してまいりたいと考えております。こうした状況を踏まえますと、未確定な要素は多数あるものの、市税・交付税などの一般財源総額については、今年度よりも縮小するものと見込まれております。次に、財政調整基金の活用についてであります。 財政調整基金につきましては、年度間の財源調整をはじめ、経済事情の著しい変動等による財源不足や、災害等の不足の事態に備えるためなどのために設置されているものであります。本市におきましては、こうした趣旨を踏まえて、当初予算においては、各年度の特殊事情に対応しながら、 継続的安定的な行政運営を図るために活用してきたところであり平成30年度におきましても先ほど申し上げた現時点での一般財源の見込みなどを勘案いたしますと一定程度の活用が必要になるものと考えておりますまた補正予算においても豪雪や災害等への対応さらには緊急性や必要性を見極めた上で 年度途中における事業の財源として、議会のご理解を得ながら活用を図ってきたところでありますが、今後につきましても、基金残高の確保を図りながら、有効な活用を図ってまいりたいと考えております。次に、復興基金活用事業の成果に対する認識についてであります。復興基金につきましては、平成23年度に創設,設置し、平成24年度以降、 震災復興や地域経済の活性化、さらには地域社会の再構築等の分野における各種事業の財源として継続して活用してきたところであります。具体的には、八重の桜プロジェクト事業や、中心市街地活性化事業、また原子力発電所事故に伴う環境放射線調査や給食食材検査、ICT 地域の絆づくり事業、 さらには、教育旅行の回復に向けた取り組みなどが挙げられ、各部局の積極的な取り組みにより、地域経済の活性化、市民の皆様の安全・安心の確保、風評の払拭に一定の成果があったものと認識しております。次に、復興基金終了後の予算計上と復興枠の創設についてであります。復興基金活用事業の今後の対応につきましては、 かねてより検討課題として認識してきたところであり、平成30年度に向けて、現在、各種事業の必要性や成果について検証を進めているところでありますが、事業の中には、継続的な取り組みにより、成果が得られるものなど、今後も引き続き実施する必要がある事業も含まれていると考えております。従って予算編成においては、 これまでの成果を考慮に入れる必要があると認識しておりますが、これまで毎年、毎年度約2億円を活用してきた復興基金の現時点における残高は約2000万円であり、財源が縮小していることから、今後、復興枠の要費を含め、予算編成方針策定に向けて十分検討するとともに、予算編成作業を通して、個別事業ごとに費用対効果や 必要性、有効性を十分精査し、既存事業との調整を図りながら、予算計上について判断してまいりたいと考えております。なお、その他のご質問については、副市長および主管者よりお答えを申し上げます。副議長。お答えいたします。<laughs> 弾道ミサイル発射時の対応についてであります。8月29日の 北朝鮮による弾道ミサイル発射時において、本震におきましては、全国瞬時警報システム、いわゆる J アラート正常に受信したものの、自動配信システムからの登録性メールへの自動送信、およびコミュニティ FM への自動割り込み放送が作動しなかったところであります。この原因につきましては、自動配信するための J アラート利活用連携システムにおいて、今回受信した 即時音声合成情報を自動連携する設定になっていなかったことによるものであります。その後の対応といたしましては、当日中に正しく稼働するよう自動配信システムの設定を修正し、さらに9月1日には自動配信テストを実施して正しく作動することを確認いたしました。また、今後につきましては定期的な設定確認や、 自動配信テストのの実実施施ななどにににによりりり正常な稼働に努めててまままいいすす次に訓練の実施についてであります今後も北朝鮮から弾道ミサイルが発射される可能性があることから、まずは国から示されている弾道ミサイル落下時の行動についてを、姿勢代理などを通じて、改めて自分の身を守る方法等について繰り返し、市民の皆様に周知してまいります。 さらに、弾道ミサイル発射に備えた訓練につきましては、どのような訓練が効果的かも含めて、他自治体の事例を研究しつつ、国や県の指導に従い、検討してまいりたいと考えております。 双方大会とそれに向けた訓練を通して、多くの消防団員が機械器具を的確に操作できる技術を習得するための機械を提供すること、また団員の連携による迅速で正確な動作により、火災現場などでの対応力を養うことが大会開催の意義であると認識しております。またその目的は、消防技術の向上と火災防御体制の強化にあることから、 本市では全分断を対象として実施しており、同時にこの大会は翌年の上位大会出場に向けた予選会を兼ねて開催しているところであります。次に水出し双方の実施についてであります。市の双方大会を全分断による水出し双方にした場合には、各分断の練習場所や大会会場の確保が課題となり、また大会当日の運営についても、 競技時間が長くなることや、推理の確保、各分団における双方後の満水ホースの排水や格納等も困難となることが想定されます。平成20年当時においても、双方大会における水出しの是非を検討したことがありますが、各分団の練習場所や推理の確保に加え、エンジンによる騒音や満水ホースの撤収及び乾燥に多くの人員が必要になることなどから、 約8割の分断から水出し双方は困難との意見が出され、断念した経過にあります。今後とも、双方大会の在り方につきましては、より実践的、効果的な大会となるよう、消防団とも協議しながら調査研究してまいります。以上でございいいまます。す。古川雄一議員いくつか再質問をさせていただきますあの 復興基金を活用して行ってきた事業についてでありますけれども、あの今、市長から答弁いただいたような事業は、まあ、当然かなというふう,ふうに思うんですけれども、なぜこれが復興基金を財源として実施している事業かなというのもあるような気がしました。例えば、藍津湖人材、藍津湖 人材育成プロジェクト事業とか、ですね子どものこと言葉の力、学びの力育成事業とか、ですねこれは復興基金でなくても、普通の教育予算で,でやるべきことではないかなというふうに私は思ったんですけれども、まあ、その辺が事業として適当だったかどう,などうなのかということ、あとは復興基金をで実施してきた事業を、もう財源なくなったから、 あの後を出しませんということでは実際困るわけで来年度も予定しているという団体もたくさんあると思うんですね、そういう部分について例えば来年以降もですね継続する場合は、まあ、新たな、例えばそういう特定財源がない場合はそれぞれの部局の枠配分の中で行うのかそうすると通常の事業も縮小せざるを得ないということになってくるのでそれについては まあ今後、検討するというようなことでありましょうけれども,もう、もう9月、もうすぐ10月になるわけで、その辺はやはり真剣にですね、真剣にというか、あの今までの事業を検証しながら、あの継続が必要な部分については、やはり一般財源でもや,やる続けるんだというようなことをあの、やはりやっていくべきではないかなというふうに思いますので、その辺はいかがでしょうか。それから、えー 財政調整基金の使い方ということで、あのまあ、いわゆる決算剰余金の二分の一を積み立てをして、財政調整基金を積み立てをして、そこでまあ年度間の調整をしながら使っていくという,ようなことなわけですけれども、あのまあ、昨年度の JT 跡地を買うという4億円なんかも、と突然です、ね、出てきたような事業かもしれません。その辺の辺使いい方についてやはり あの市民レベルで考えるとあの、何かお願いしてもお金がないからできない、予算がないからできないというふうに断れてしまう、でも決算剰余金はあるで、財政調整基金もあるんではないかというふうに言われてしまうんで、その辺については、ですねやはりもう少し市民に分かりやすく説明すべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。えー、北朝鮮の弾道ミサイルについてはですね、あの 8月29日の弾道ミサイル発射以来、テレビでは東京都内の小学校でも訓練をしている様子が映されました、まあ、東京は危ないからということかもしれませんし、いや、地方都市に飛んでくるわけねえべえと、太平洋に向かって撃っての途中で福島県に落ちるわけねえべえということではなくて、やはり危機管理というのは、落ちるかもしれない、飛んでくるかもしれないと思って、 やるのが危機管理なわけですから、その辺はもう一度ですね、あのまあ、訓練の時期等々について検討しているという答弁でしたけれども、じゃあ、いつ頃を目標に検討しているのかをまずお伺いしたいと思います、それから消防団の総合大会ですけれども、水を出さない奏法を空奏法というんですね、空奏法の空というのは空っぽの空です。 奏法をやっていて、じゃあ実践的な訓練になるのかということですね、やはりあのちょっと調べましたら、十、ま、三、あ、市のうちですね、県内13市のうち、あの市の予選をやっている、大会をやっている市とやっていない市があるんですけれども、やっている市が9市あります、そのうちで6市が水出し奏法をやっている、あと3市、相沢松を含めた3市がやっていない。あと 大会をやってない都市、市町村はそれぞれ持ち回りで地方大会なり県大会に行っている、それは当然、上の大会は全部水出しですから、基本的には水出しの練習をしている、訓練をしているということになると思います。それをですねやはり、やるが場,所場所がないからというような理由にならない、場所は作るべきでありますので、そこはぜひ検討していただきたい、それについてどうお考えかお伺いしたい。それから 参加しない分断があったというふうに申し上げました、これは選手がいない、人が足りない、やる時間がないでは理由にならない、消防団員、ポンプ総合大会は5人いればできるわけですから、5人いない分断はないわけで、その辺もしっかりと,と,とです、ね、指導、助言をすべきだと思いますが、いかがかお伺いしたいと思います前部長お答えいたします。 まず復興基金に、まあ、あの教育関係の,おあの事業なども入っていたということで、そういったものが復興基金の使い道に該当するかということでございますが、えーまあ、平成24年度ですね、この基金を作りまして、当時、県の市町村復興支援交付金というものが、あ 示されましてですねそこに使う対象経費の事業項目ということで生活再建支援であるとか健康福祉増進支援さらには住宅再建支援コミュニティ再生支援産業復興支援雇用維持さらには教育文化支援というような例示が県から示されておりますその中で藍澤小松市として復興基金に充当するというふうに考えて考えたのがですね 地域活力再生に向けた取り組みの中の復興対策に基づく事業、さらには感動共同創造枠で実施する事業というような形でやらせていただいて、毎年予算編成の中でですね、復興基金の目的に合致するというような形でやってきた事業がこれまでの経過でございます。そういう意味で教育もあったということでございます。それで、来年度以降の継続のおお正しでございます。そういう意味ではですね、 先ほど申し上げましたように、われわれとして一気にこれらの事業をなくすということはできないだろうということで、今年し初めからです、ね、その必要性や成果について、検討して、本格的に検証させていただいて、この夏にはです、ね、課長段階でのヒアリングを実施したりです、ね、さらに一部の事業につきましては、市長ヒアリングと。 いうところも実施しまして、来年度に向けた予算編成につなげていきたいというふうに考えているところでございます。もう一つ、はい、続けてどうぞ。はい、すみません、あのもう一つ財政調整基金に関してのご質問でございます。え財政調整基金につきましては、あ基本的にはですね、あの会津若松市の財政調整基金条例とあとは地方財政法 第4条の4に基づいて、年度間の財源調整として活用するほかです、ね、経済事情の著しい変動等により、財源が著しく不足する場合、さらには大雪などの災害などの緊急時、さらにはやむを得ない理由等により生じた経費として活用することができるというふうになってございまして、昨年度の ICT の用地の購入に関しましては、長期的な 将来の税財源に寄与するというような形での項目に合致するということでの取り扱いをさせていただいたところでございます以上でございます市民部長再度のご質問にお答えしたいと思いますまず、えー、北朝鮮の弾道ミサイルの関係でですね 訓練をいつごろ、どんな目途でやる考えなのかというご質問でありましたけれども、今般の8月29日早朝のですねこのミサイルが発射されたこの件に関しましては、私どもも J アラートの作動、あるいは携帯とかスマートフォンをお持ちの方であれば、エリアメール、緊急速報メール等で、その情報が届いたかというふうに考えておりますが、 実際、発射された後にですに、ね、そういった情報が私どもに届くまでには大体4分ほどかかっております、でその後、まあ落下した情報を後から検証させていただきますと、日本の上空を通過するのは大体9分ないし10分ぐらいの間には通過をしてしまうということは、われわれが情報を得てからですね、何らかの行動ができる、その余裕というのは4、5分しかないというところが分かりました。 こうしたときにです、ねあの、いわゆるその避難場所、それから避難所、こういったところを固定して、そこまで、えー、まあ安全にです、ね、避難ができるのかということはです、ね、なかなかその時間的余裕がないのかなというふうに私ども考えているところでございます。そうした観点から、まずはです、ね、こういう情報があったときに、どういう行動をすればいいのか。これについては 6月の定例会のときにも申し上げましたが、その後、国においては、新聞報道、それからテレビの広告、こういったところで,です、ね、弾道ミサイル落下時の行動について、例えば屋内にいる場合、屋外にいた場合、どういうふうにすればいいかというものがです、ね、さまざまな媒体で広報周知広報されておりますので、まずはこのことをです、ね、私どもも、もう一回、市民の皆様に周知を図らなければならないだろうと。 いうふうふに考えております具体的にはあ、姿勢だより、これについては10月号、それから11月号、2回連続でですね、まあ、紙面の関係もありますがあ、繰り返し周知に努めていきたい、それからホームページ等でもお同様の内容について、周知を図ってまいりたい、こういうふうに考えているところでございます。従いまして、訓練の関係につきましては、先ほども本答弁でお答えさせていただいたとおりですね、どんな訓練が効果的なのかも含めまして、 他の自治体の事例などを研究しながら、国、県の指導に従って、検討していきたいというふうに考えているところでございます。それから2点目のポンプ奏法、会津若松市は空ラ奏法でやっている、で県内、他市を見ても、空ラ奏法でやっているのは3市だけなんじゃないかというご指摘でありました、あの議員がまあご指摘したように、ですね県内の市の中ではですね、 えー、旧自治体がやっておりまして、えー、そのうち、えー、6市が水出し双方だということでありますけれども、この内容を見ますと、ですね、えー、この6市につきましては、すべて全分断を対象ということではなくて、えー、地域の持ち回りであったり、あるいは方面ごとの選抜であったり、そういった形でやっている、つまりは、ですね少数制といいますか、限られた分断が水出しで、 そういうういいい大会を行っっててるという形になっております私どもといたしましてはこの訓練本大会もそうですけれどもそれに向けてのですね1か月から1か月半かけての厳しい練習を行っているわけでありますがこれそのものがですね消防に対しての基礎的な技術を養うために非常に重要なものだというふうに考えておりますのでまずは全分断対象と。 という形でこれまでやってきたあ本部双方の在り方、これを継続したいということを考えているところでございます。そうした中で3点目の質問になりますが、今回残念ながら参加できなかった分断があったのではないか、これはですね大会の運営の、まあ、いわゆる要領的なものを定め、あとですねあのくじ引きと称しまして、要はその出場の順番、これを決める段階でですね、 実はその分団の方からどうしても人が集まらないので参加を辞退させていただきたいという話が消防団本部の方にあったというふうに聞いておりますでその事情を聞きますとですねやはりその団員の仕事の関係そういった観点から練習ばかりではなく大会当日そのものもですねどうしても人が集まらないといったような状況だったということで団本部としても その点に関しては、どうしても出場しろといったような指導までには至らなかったというふうに考え聞いているところでございます。ただ、議員お尋ねのようにです、ね、私どもとしても、おまあせっかくの機会、全分断出動できるようにということでやっておりますので、できるだけまあこういう事態等が起きないようにです、ね、来年、再来年の大会に向けてです、ね、そういったまあ働きかけ、あるいは消防団との協議。 そういったものを進めてまいりたいというふうに考えております以上でございます財務部長先ほどの私の復興基金の設置年度に関しまして正確にはですね、県の交付金を原資としまして平成23年度に設置をいたしまして平成24年度以降活用してきたということが正しいので訂正させていただきたいと思います古川雄一君。 あの最後に市長にお伺いしたいと思いますけれども、その復興基金を活用して行ってきた事業については、やはりこれはよくです、ね、精査をしていただいて、まあ、財源が一般、まあ、財源になるか、まあ、新たな財源が見つかるかは別として、やはり継続していく事業が当然あるはずであります、またそれをあてにしている団体、市民も、まあ、いると思います。 それについてです、ね、もう一度その辺のあの、まあまあ、気持ちというか、あのやる気をです、ね、お伺いしたいと思います、あとは危機管理について、今、答弁がありました、私はやっぱり甘いんではないかなというふうに思います、あの6月定例会でも、姿勢だよりという話がありましたけれども,7月も、8月号も9月号も出れませんでした。 今度10月号、11月号に出すというような話ですけれども、やはりこういうのはやっぱり早くやるべきなわけで、どうもその危機管理に対して、ですねやっぱり危機質が薄いんではないかと思いますけれども、それについて最後にお伺いしたいと思います市長。1点目のですね、えー、復興基金のお話でございますけれども。あの まあ、市長ヒアリングまで終わったということは申し上げましたけれども、それぞれの事業は市で行っているものだけではありませんので、関係する方々、まあ、市民、それから関係機関の方々がいらっしゃいますので、実際にどの程度の枠を確保できるかという見通しも含めてです、ね、その中でどの程度の予算を組めるかということを協議をさせていただく段階になるのかなというふうに思います。まあ、そのの際当然同じ額を要求されるのは ほぼ当然だと思いますけれども、先ほど申し上げたように、来年度の古川議員に最終にお話したとおり、来年度の収入については、今年度よりも交付税も下がる、固定資産税の見直しもある、等ですね、減額あ、あともう一つ、国の交付税も2.5%減る、大体うち100億ですから、2.5%減るということは、2.5億円減るということです。 その中で改めてですね、従来の復興基金の二億円を従来の枠の中で飲み込めるかどうかという作業になりますので、これについては私どももできればやりたい、やりたいけれどもどうやったらそれが可能なのかということを先ほど言った財政の中で検討させていただければというふうに思います。もう一点の危機管理についてはですね、あの議員お正しいの通り、ま速やかな市民へのあのさらなる周知をすべきだというご意見については。 しっかり受けたまわりたいというふうに思っております、えー、なお、えー、本当にあの危機的な状況が今も続いているのかというふうに私自身思っておりますのでそういう意味で緊張感を持って、えー、市役所として取り組むべきことを進めてまいりたいと思います以上ですここで暫時休憩いたします再開をお13時10分といたします